またあいつか。ええ、七部会エドワード・ウィーブルです。白ひげ参加の船長たちはこれで何人やられたんだい？16人目です。うん。いつものように何やら口論の末、その町ごと吹き飛ばされた模様。死傷者はざっと600名。奴の通った後はいつも民間人への被害が甚大で、七部会とてこれに目をつぶっていていいものか。困ったね。白ひげ、エドワード・ニューゲートの実の息子という肩書きは強力ですが、疑う者も多く。まあその真偽はこの際我々にはどうでもいい。血筋がどうあれ、確固たる価値が一つ。奴は海賊として圧倒的に強い。まるで本当に白ひげの若い頃のように。強さだけだけどね。ドレスローザ氏。